乃木坂明日夏の秘密は、五十嵐優作による日本のライトノベル。乃木坂春の秘密の続編であり、電撃文庫より2018年4月から、刊行されている。イラストは前作に引き続きシャーが担当している。月刊コミックアライブにて、晴れのち雨によるコミカライズが2019年9月号より2021年3月号まで、連載された。また、 本作の新作短編、乃木坂明日夏のお願いが書く読むや、君なので無料公開されている。白木学園に通う平凡な高校生、沢村よしとは幼稚園からの幼馴染、朝倉冬姫に誘われるまま、アムー研究会に所属していた。アムー研究会には、養子短寧、成績優秀、さらに日本でも有数の財閥、乃木坂家令場ゆえに、 学園で知らない者はいないほどの有名人、乃木坂アスナツも所属しており、秋葉系方面の知識も豊富な彼女は、いつものように研究会のメンバーと、トークに勤しんでいた。その日の放課後、全人は立ち寄った本屋で偶然、アスナツと遭遇し、彼女が、実は、秋葉系ではなかったことが判明する。アスナツはそのことを誰にも知られたくないようで、 その秘密を守るため善人は彼女に協力することとなる。YouTube の公式電撃文庫チャンネルで電撃文庫朗読してみたとして、2021年5月20日より、のとまみこによる約7分半の朗読が配信されている。ありがとうございます。